今回はコンフォートゾーンの話をしたいと思います。コンフォートゾーンというのは、安心領域っていう意味なんですけど、自分が安心してリラックスをして、心理的な面ですよ。自分が安心してリラックスして活動できる、行動できるっていう、範囲のことを言うんです。これは物理的な範囲というよりかは、自分が思う、なんていうんですかね、脳の範囲というか、例えば学校という場は自分のコンフォートゾーンだから、自分の能力を発揮しやすいとか、サッカー場であれば、サッカーに関することであれば、自分のコンフォートゾーンだから、安心してリラックスして自分の実力が発揮できる。っていうような、説明をするわけですね。逆に、学校に対して悪いイメージがあるとか、とあるスポーツに対して悪いイメージがある。そうですね。野球だったら野球場に行くと、どうしても緊張をしてしまうっていう場合に、パフォーマンスって発揮しにくくなりますよね。テストの点数が取れにくくなったりとか。普段解けるのにもかかわらず、この状況であればなぜか解けない。これ昔のクライアントさんにもそういえばいましたけど、この環境下においてはなぜか、点数が下がる、パフォーマンスが下がるってことは本当にあるんですよね。人間っていうのは。不思議なもんですね。で、それはコンフォートゾーンか、コンフォートゾーンの外にいるのかっていう、言い方ができるわけですね。で、できれば、どんなスポーツ、どんな仕事であっても、コンフォートゾーンにしたいわけですよ。自分が安心してリラックスして、その場所で活動できるようにしたいわけですよね。で、その方法を、コンフォートゾーンにしていく、コンフォートゾーンを広げていく方法を、一つ紹介しようかなと思います。昔、テニス選手、世界レベルのテニス選手で、アンドレ・アガシさんという方が、いたんですね。で、その方は、ある時にスランプに陥ってしまって、世界ランキングめちゃくちゃ落ちたんですよ。で、その時に、NLP って言って、神経言語プログラミング、割と有名ですけど、メンタルトレーニングみたいなもんですね。最初はそういう捉え方でいいと思います。を取り入れたんですよ。テニスのコートに入る時に、意識状態、意識のモードを作っていくっていうトレーニングをしたんですよね。その時に使えるのがアンカーとトリガーの理論なんですけど、アンカーっていうのが記憶、意識のモードですね。で、トリガーは、それの引き金と。それはどういうことかっていうと、例えば勉強でいいパフォーマンスを、上げたいなという時に、うまく集中状態として入れた時、その時の感覚を、何でもいいんですけどね。例えばペンをくるって一回回すとか。結びつけておくんですよ。結びつけておく。で、そうすると、音楽を聴くとかでもいいです。この音楽を聴いたら集中状態に入れるっていうふうにしておくんですね。こうやってペン一回回したら、それを合図として、この意識状態、この意識のモードが思い出されるようにするっていうふうに自分の、脳の癖をつけておくということですね。これ、アンカーとトリガー。アンカーを引き出すためのトリガーっていうことなんですけど、で、アンドレ・アガシさんもそういうトレーニングを、講師と一緒にやったんでしょうけど、取り入れて、確かね、コートに入る前、上を見るとか、そんな感じだったと思います。つまり、そこまで難しくないんですよね。ただ、きっちりやったと。この理論を。それで、成績が世界一に戻ったという、エピソードがあるんですけど、それぐらいきちんとやれば、意識状態を作って、そのモードを一瞬、できれば一瞬で引き出すようにしておくと、どの場所でも、パフォーマンスが上がるようになるんですよね。どの環境下でもパフォーマンス、最大のパフォーマンスを発揮できるようになるわけですよね。コンフォートゾーンをこう広げていくわけですよ。で、呼吸法をやって、リラックスをするっていうことを、毎回毎回癖づけるとか、そういう形でもいいんですけど、とにかく意識の状態、意識のモードをもっとこう素早く入れれるようにしてあげると、海外に行った時でも、そういうのを一つでもね、一つでも持っておくと、海外に行った時でも、どの国に行った時でも、自分のパフォーマンスが発揮できるっていうのは、コンフォートゾーンだいぶ広がったわけですよね。ていうことができるわけです。このいいところは、応用が効くところですよね。これにしか使えないっていうわけじゃないわけですよ。ということで、これが、言ったら、秀才とか天才というのは必ずルーティンを持ってるんですけど、脳の、一つの使い方を経験則で知ってるということですよね。一郎さんなんかもわかりやすいですけど、大体みんな何かしら一つぐらいルーティンって持ってると
思います。逆にこれ持ってなくて、意識状態を作るのが下手くそな人も、まあ、いるわけですよね。うん、どこに行ってもコンフォートゾーンじゃない人っているじゃないですか。ね、仕事をやっても、家事育児をしてもみたいな感じで、こうかなり精神的に辛くなっちゃいますよね、そうすると。じゃあどうなるかっていうと、自律神経失調症とかいうふうに言いますけど、まあまあ体のバランスが崩れるわけですよね。疲労があるのに眠れなかったりするんですけど、うん、家にいても落ち着かないでしょ、仕事場にいても落ち着かないでしょ、子育てしてても落ち着かないと。なんか実家帰った時だけ落ち着くんですっていうのは、実家だけがこう、コンフォートゾーンっていう話になるわけですよ。うん、っていうふうに、心のリラックスっていうのも考えた方がいいんですね。でボディーワークっていうのは、体の使い方で、体をリラックスさせる。もちろん心もその時リラックスしてるんですけど、メインとしたら、書き方としたら、ボディーワークで体をリラックスさせるっていう流れが多いんですけど、体の使い方を学ぶっていうことですね、それはね。うん、肩の使い方とか、お腹の使い方とか、腸腰筋の使い方みたいな感じで学ぶわけですけど、それだけじゃなくて、心の使い方、脳の使い方、これまあニアリーイコールですね。心イコール、ニアリーイコール脳と。心と脳の使い方を学ぶことによって、体はリラックスできるんですよ。うん、だから、このあたりも語っていこうかなと思います。はい。はい。ということで、このチャンネルでは体の使い方とか、心の使い方、脳の使い方、まあ今日の話ですよね。とか、コーチングとか、ワークの紹介とか、理論解説、なんかをやってます。もし動画が参考になったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。最終的にはですね、もうちょっと人を集めて生放送とかしながら質問を答えたりしたいなと思っているので、もしよかったら登録しておいてください。ありがとうございます。